タクタカズヒロは HBC 北海道放送のアナウンサー。岩手県宮古市出身。血液型は O 型。岩手県立宮古高等学校、青山学院大学経済学部卒業後、1990年4月に入社。アナウンサーに採用後、1991年、帯広放送局へ転勤。帯広放送局ラジオ番組。 とべとべゥベト,ベトカチで校長主率をマークした。3年間の帯広局勤務を経て、1994年に、再び札幌本社へ移動。同時期に、各放送局ごとの地域別番組を縮小したこともあり、帯広放送局への配属穴としては、最後となった。現在は、ワイド番組、グッチーの郷土器、のリポーター、スポーツ中継、テレビ番組ナレーション、 ラジオ CM など、ジャンル専念型が多い HBC アナウンサーの中では、数少ない幅広いジャンルでの活躍を見せる。特に、ラジオのプロ野球実況では、2006年に、ファイターズの開幕戦と、日本一決定試合の実況を担当。さらに、翌2007年もリーグ優勝決定試合を実況し、ファイターズの黄金時代到来を宣言した。 2009年もリーグ優勝決定試合を実況している。ただし、リーグ優勝の実況した年の日本シリーズはいずれも相手に日本一を許す試合の実況を担当していた。実況中にアウトランナーなしを2ストライクノーボールと言い間違えた際には、解説の新谷博史に今なんでにストライクノーボールって言ったのとツッコミを入れられ、これに対し本人は、 間が刺したとコメントしている。肉を好きであり、自らも肉刀投手ということがある。以下は TBS 系列局の一部でも放送された北海道放送制作のドキュメンタリーで藤本美希と共にナレーションを担当。この時の音源は2010年6月放送の HBC ラジオファイターズでないと特番で放送された。ありがとうございます。